おはようございます。レイトプロジェクトの滝沢健一です。さあ今日も思いっきり楽しんでいきましょう。はい、早速 Q&A コーナー行ってみたいと思います。今日の質問、ツインシェイプのボードでカービングを練習する場合はどの程度セットバックしてバインディングを取り付けて練習すれば良いでしょうか、という形で質問をいただいております。ありがとうございます。ツインボードをね、乗っている方っていうのは多いと思います。まあ、そんな中でも最近ね、カービングをね、練習したいと思っている方ね、増えてきましたよね。まあ、その人たちのためにですね、今回ですね、このセットバックについて話を進めていきたいと思います。お付き合いよろしくお願いいたします。まず、そもそもね、ツインボードっていうのが分かっていないと話がね、進まないので、ツインボードとは何なのかっていうのをね、先に解説させていただきます。まあ、ノーズもテールも同じ形状、同じ硬さの板のことをツインボードって言います。さらに、足の取り付ける位置が、はい、ノーズからもテールからも同じ距離の板のど真ん中にね、ついている板。これがね、ドツインって呼んだりとかするね、板になります。グラトリ系の板だったり、パーク系の板っていうのはね、ほぼほぼこのドツインの板が多いんじゃないでしょうか。それ以外に似ている板でディレクショナルツインっていうのがあります。まあ、例えば今シーズンね、FNTC から発売された CVT がそれになります。ノーズとテールの形は同じなんですよね。しかしながら CVT の場合はノーズが柔らかくなっています。硬さのバランスがね、テールと違うんですよね。さらに足の取り付ける位置が今回の質問のあったセットバックっていうのが入っています。はい。まあ、そうすることによってターン性能を上げてカービングの練習がね、しやすいよーっていう点に、ね、なっているんですよね。なので、まあ、逆に言えばツインボードね、ドツインの板っていうのはカービングの練習がね、ちょっとディレクショナルツインの板に比べるとやりづらいっていう傾向があります。そういうということで今回の質問はこのディレクショナルツインの板にこのツインボードを近づけるためにはね、どうしたらいいのか、カービング練習しやすいようにするセッティングはどうなのかっていうね、質問になっております。はい。ドツインの板に乗っていてカービング練習したいと思っている方はぜひね、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、それではね、結論をお伝えします。カービングを練習したい場合は、スタンスを取り付ける位置を一番後ろまでね、下げて練習をしましょう。そうすることで、ディレクショナルツインにすることができます。とはいえ、残念ながら、ドツインの板って、セッティングに限界があります。まあ、推奨スタンスが真ん中なので、そこから1個下げたとしても、まあ、極端な、セットバックを取ることはできないんですよね。まあ、それでも、セットバックちょっと入れるだけでも、実はですね、滑り変わりますので、ぜひね、試してもらいたいと思います。では、なぜセットバックを入れた方がいいのかっていうと、まずはターン性能が上がります。そして、走破性が上がります。この2つですね。はい。それではなぜターン性能が上がるのかというと、まず重心の位置を板の中でテール側に寄せることができます。これ私がよく言っている後ろ足重心に近い状態になるんですよね。そしてもう一つはノーズのたわみを使いやすくなります。この二つがありますね。はい。まず、この板の中心よりも重心の位置がテール側に、はい、移動することによって何が良くなるのかというと、テールの圧が抜けづらくなるんですよね。なので、ターン後半のテールがずれやすくなってくるね、状況の中でエッジがずれづらくなるからカービング性能ね、高くなるよっていうのがあります。はい。そしてもう一つね、ノーズのたわみが使いやすくなるっていうのはどういうことかというと、テコの原理でノーズの方が長くなってテールが短くなると、おのずと同じ硬さの素材であってもテールの方が硬くなってノーズの方が柔らかくなるんですよね。まあ、そうするとノーズがたわみやすくなってターンがしやすくなるよっていう傾向があります。はい。これによってカービング性能をね、上げることができるんですよね。そしてもう一つの特徴として走破性が上がるっていうところです。これね、パウダースノーを滑るときをね、ちょっと想像してもらえればわかると思うんですが、パウダースノーで重心が後ろに下がっている状態になるとノーズがね、ふわっと浮いてくれて、はい、どん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 パウダーの中で浮力を得ることができるんで滑りやすくなりますよね。なので柔らかい雪であったりとかパウダースノーではそうした状態でノーズが埋まりづらくなるので、まず走破性が上がるね、滑りやすくなります。さらにデコボコのね、多い雪面を滑るときも、例えば走っているときに何かにつまずいてしまうと前に転んでしまいますよね。まあ、それと一緒で雪面がボコボコしているときっていうのは、まあ、つまずいているの木と同じような感じでノーズがデコボコの
に当たってしまうと重心がねノーズ側にってね行きやすくなるんですよね。まあそうしてしまうと転びやすくなる、バランス崩しやすくなるので、まあそもそもテール側に重心あった方が安定しやすいよねっていうのがあります。なのでまあそういったボコボコを滑る時でもやっぱ重心っていうのはちょっと後ろ側にね、テール側に寄せといた方が滑りやすくなる傾向があるんですよね。なのでまあできる限りツインボードでカービングを練習するよっていう時はぜひですねセットバックね、インサートホールの限界まで、ね、後ろに下げて試してみてください。そうすることによって全く違う板に、ね、乗ってるかのような感覚で、楽しむことができるようになります。私も実はですね、まあ TNTC であったりとか SOT でカービングをメインで、ね、滑るときはそのセットバックしていますね、後ろに、つけて滑っています。そうすることによってターン性能を上げているんですよね。なので、ぜひですね皆さんも TNTC 持っている方、 SOT 持っている方いらっしゃると思いますので、ぜひ試してみてください。今シーズンね、カービングを練習したいなと思っていた方にはおすすめです。はい。それでは、ね、簡単にまとめさせていただくと、ツインボードでカービング練習したい場合は、ぜひね、セットバック入れてください。もうインサートホールの一番限界までね、テール側に下げてしまって構わないと思います。まあ、とはいえね、そんなに極端なね、セットバック取ることできないので、まあ、ゆくゆくね、カービングをもっともっと本気でね、練習したいと思っている方は、極端なね、セットバック取れる板を、に買い替えるっていうのもね、手だと思います。今シーズンね、FNTC から CVT 発売させていただきました。こちらはですね、セットバックの方、しっかり取ることができるようにねセッティングしてありますので、ぜひですねお試しいただければと思います。はい、今回は以上となります。長い時間お付き合いいただき本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢圭一でした。バイ。